はい、こんにちは。1月の7日、火曜日の日替わりたけべでございます。さて、本日の東京外為市場でございますが、ドル円相場、1ドル104円台の前半を中心とした、推移となっております。で、今回ちょっとご案内させていただきたいのは、こちらの資料2つでございますが、まずはこちら側、前回の日替わりたけべでちょっとご案内させていただきましたが、やはりですね、103円台の後半になってくると、インターバンク市場も含めてでございますが、全般的に買い欲が非常に強まってきているという状況でございます。この上昇ゾーンというのが12月の中旬にございました。4MC のテーパリング、QE 縮小宣言によって上昇したゾーンでございますが、この上昇したゾーンを埋め戻すことがなく、継続して買い欲が輸入企業、そして、短期的なヘッジファンドでしょうかね。こういったところから、買い欲が散見されるというところが、市場から聞こえてくるところでございます。まだまだ、公的機関投資家の買い欲というのはまだ聞こえてはきませんが、やはり103円台に入ってくると、そういった本格的な動きがあるんではないかというふうに警戒されているところでございます。そしてですね、もう一つの資料なんでございますが、実はもう一つの方は、東京金融取引所、クリック365におきます、FX ユーザーでの回避率なんですが、実はここに来て、回避率がぐっと高まってまいりました。年末年始、105円のミドルを意識するような展開になってきたところから、現状ご存知の通り、104円台の前半まで下落してきているところでございますが、17業者、ネット系の銀行さん、もしくは証券、そして FX 専業会社、コミュニティ会社などを通じた FX ユーザーにおいては、ドル円の回避率を強めているというところが、こういったところから、見受けられるところでございます。さて、そこででございますが、今回は年明け動き始めたドル円心理と、これちょっとタイトルもう少し加えさせていただくならば、ついに動き始めた岡三オンライン証券のお客様方という言い方になりますでしょうか。1月に入って、年明けになってから、ついにという言い方になりますでしょうか。70% を一気に超えて、回避率を高めてきたような、回避率。こういったところが見受けられるところでございます。さて、今後でございますけども、この買いの意欲を持続させて、週末の米国雇用統計に向かっていくのかどうか、そういった意味では、この、当社のお客様方、いつも私、非常に、褒めてという言い方はあれですけども、非常に素晴らしいというふうにして申し上げておりますので、皆様方のこういった動きが、マーケットの先行性を試していくという言い方になると、やはりこの104円台前半というのが、絶好の、おしめ買いというような形になるのか、なというところでございます。当然ですね、神の水を知る相場動向でございますが、現状、当社岡三オンライン証券のお客様方、この辺の104円台前半、103円台の後半ぐらいからは、非常にドル円買い欲を示しているという状況が見受けられるところでございます。まだ継続してですね、週末の雇用統計前にポジション調整あるかもしれませんが、こういった売買比率動向、十分注意して、私の方もウォッチして、皆様方にご案内させていただこうかと思います。そして、継続してでございますが、リスク管理の方は、十分ご留意していただいて、FX 取引お取り組みいただければと思います。以上、1月の7日、火曜日の日替わりたけべでございました。